カルト・ランジュは、かつて、パリを中心とする、イルド・フランス地域圏の公共交通機関で、使用できる定期乗車券であった。所有者は指定されたゾーン外の鉄道、バス等を、1週間、または1ヶ月間無制限に利用できた。しかし2009年1月いっぱいで廃止され、同年2月以降は後日のナバゴに完全に移行した。 そのため以下の記述は基本的に2009年1月以前のものである。カルトランジュ・カルト・オランジュは、イルド・フランス交通組合の管轄下にある、フランス国鉄、パリ交通営団、オプティルの3社が運行する以下の交通機関で使用できる。ただし、オルリー空港アクセス用の新交通システムである、オルリーバルはラットプの運行だが、独自の料金体系をとっており、 カルト・ランジは使用できない。また、蒸気3社以外の運営する交通機関、例えばエール・フランスの空港リムジンバスは利用できない。アラー路線とゾーン・イルド・フランス地域圏全体は8つのゾーンに分けられている。パリ市がゾーン1であり、イカ同心園場にゾーン2からゾーン8が設定されている。各ゾーンに属する主な町、施設は以下の通り。 アラー D 線の末端部の駅は、ビルドフランス地域圏から外れるため、カルテオランジは利用できない。なお、2007年中にゾーン7.8は廃止され、ゾーン6に統合。さらに2013年1月には、ゾーン6も廃止され、現在は、ゾーン5までとなっている。利用時には、乗り降りする駅、停留所だけではなく、通過するすべてのゾーンで有効な券が必要である。 例えばラデファンスからディズニーランドパリまでアラエイセンで行く場合には途中パリ市内を経由するためゾーン1から5のすべてを含む券を持っていなければならないカルトオランジュはクレジットカード代の ID カード部分とより小さな実機券部分からなる2枚とも主に紙製でオレンジ色を基調としたデザインである2枚は灰色の専用ケースに収められる ID カードは ケースとともに駅の窓口などで無料で配布されている。有効期限はない。カードには番号が付けられており、また写真貼り付け欄と所有者の名前、住所などを記入する欄がある。クーポンは駅窓口や自動券売機で販売されている。連続する2つ以上のゾーンごとに、それぞれ1週間、1ヶ月の料金が設定されている。1週間券は、 各週の月曜日から日曜日まで1ヶ月券は各月の1日から末日まで有効である。クーポンには利用可能な月または週と有効ゾーンが印刷されている。利用時にはメトロやアラーではクーポン部分を自動改札機に通す。検察時にはクーポンと同時に ID カードを係員に提示する。ID カードを携行していないと不正乗車となる。 バスやトラムでは、クーポンと ID カードを運転士に提示する。クーポンには、ID カードの番号を書き写す欄があり、使用を開始する前にボールペンなどで書き写さなければ、ならない。これにより、複数人による使い回しを防いでいる。また、メトロの自動改札では、同じクーポンを短時間のうちに連続して使うことは、できない。このため、 改札を通った後でホームを間違えたなどの事情で一旦外に出てから再度入場するには数分間待たなければならない。メトロには出場時に改札はないため出場情報を記録できないためである。1997年からクーポンには偽造防止用のホログラムが付けられまた特殊なインクが使われている。これ以前はカルトランジの2.5%は偽造であったと 推測されている。カルト・ランジュが導入されたのは1975年のことである。それ以前のパリの公共交通機関の運賃体系は複雑なものであり、利用者は乗り換えのたびに何度も切符を買う必要があった。これを改善しようという試みは何度か行われており、特に1968年にはメトロとバスの双方で利用可能なチケットイボワールコミューンが導入された。 さらに3年後には SNCF や郊外のバスでも利用可能な乗車券が作られた。これらの中でもカルトランジュは一定範囲の交通機関が無制限に利用できるという点で画期的なものであった。初期にはカルトランジュは通勤者専用であり購入には勤務先からの証明書が必要であった。この規制はすぐに廃止されカルトランジュは急速に普及した。 当初カルトーランジュの販売枚数は約65万枚と予測されていたが実際には導入後の9ヶ月で90万枚に達したパリの交通史を研究しているミヒ・エル・マルガイラズはこの差を次のように説明している当初の予測ではカルトーランジュを購入するのはそれによって金銭的に得をする人のみであるとしていた しかし実際には必ずしも金銭的に得をしない人でも運賃や切符の心配をすることなく交通機関を利用できるという魅力からカルトオランジュを購入したのである。カルトオランジュの導入にあたっては利用者の利便性の確保と同時に交通機関の収入の確保が重要な課題であった。導入に関わったポール・ジョッセは新たな県の導入にあたって 国や地方自治体に一数たりとも負担させるわけにはいかなかったと語っている。SNCF トラットップはカルト・ーランジュの収入の分配方法も定めなければならなかった。しかしこの問題は、両者の首脳部が同じ大学その他の高等教育機関の出身者であるというフランス特有の事情もあり、比較的容易に解決した。カルト・ーランジュは当時自家用車の普及で、 衰退傾向にあった公共交通機関の利用促進も意図していた。1960年代以末にはパリ市内のバス路線を廃止することすら検討されていたがカルト・ランジュ導入の年にはバス利用者は40%も増加した。公共交通機関全体では導入後の10年間で利用者は20%増加した。またカルト・ランジュは パリ市内の移動にかかる交通費を均一化することも意図していた。それまでは都心から離れた地区から都心へ向かうには乗り換え回数が増えるため運賃が余分にかかっていたがカルトランジを使えば均一料金で移動できるようになった。カルトランジは2009年1月に廃止され、口述する IC カード方式のナバゴに完全に移行した。 2001年から非接触型 IC カードを利用した定期券ナバゴが導入され、2006年5月には、イルド・フランス地域券全域で利用できるようになった。ゾーン性や料金は、従来のカルト・ランジュと同じである。使用履歴がより正確に追跡できるようになるため、不正乗車の防止に役立つと考えられているが、一方で、プライバシーの侵害になるとの批判もある。利用者にとっては、 紛失や盗難時に再発行が可能であるという利点がある。カルトランジュと同様のゾーン性を利用した定期権類には以下のようなものがある。インテグラレとイマジン R はナバゴと同様の IC カードに移行している。スタイフの発表、ありがとうございます。